緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。地震です。地震です。緊急地震速報。地震です。地震です。身を守ってください。倒れやすい家具などからは離れてください。緊急地震速報が出ました。近畿、四国、岡山県、広島県、愛知県では強い揺れに警戒してください。上から落ちてくるものや倒れてくるものから身を守ってください。テーブルや机の下に隠れてください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報、続報です。福岡県、大分県、宮崎県、山口県、島根県、鳥取県、静岡県、山梨県、岐阜県、長野県、神奈川県、東京。番組の途中ですが、地震津波情報をお伝えします。震度7を高知県東部、徳島県南部、和歌山県南部で観測しています。建物の倒壊や山崩れ、崖崩れの恐れがあります。揺れが強い地域の皆さんは落ち着いて行動してください。上から落ちてくるものや倒れてくるものから身を守ってください。テレビやラジオの電源を切らないでください。 NHK の各情報局からの情報によりますと、午後0時ごろ、近畿、四国地方を中心に緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報、続報が発表されました。栃木県、茨城県、新潟県、熊本県、佐賀県、長崎県と鹿児島県では強い揺れに警戒してください。怪我をしないように身を守ってください。今、東京、渋谷のスタジオも揺れています。今、東京、渋谷のスタジオも揺れを感じています。テレビやラジオの電源を切らないでください。 NHK では新しい情報が入り次第お伝えします。今、東京、渋谷のスタジオも強い揺れを感じています。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川のそばには近づかないようにしてください。震源については現在気象庁で調べていますが、大津波警報が出ました。高知県、徳島県、和歌山県、三重県、愛知県、大分県、宮崎県、今すぐ逃げてください。東日本大震災を思い出してください。命を守るために一刻も早く逃げてください。範囲が広がりました。静岡県、大津波警報が発表されました。海岸付近の方は高台に避難してください。